おはようございます。ただいまから休会中の本市第1回定例会を再開いたします。これより本日の会議を開きます。会議録署名議員を会議規則第86条の規定により指名いたします。榎本和夫議員、千住圭介議員、楠本美希議員、以上3議員にはよろしくお願いいたします。次に移ります。議案第52号同第53号の議案2件一括上程議題に供します。それでは上程いたしました各議案について提案理由の説明を求めることにいたします。各議案の朗読は省略いたしますのでご了承願います。泉市長。議長。泉市長。議長泉。皆さんおはようございます。ただいま上程されました議案の概要をご説明申し上げます。今回ご提案いたしました議案は2件で、条例議案1件、補正予算議案1件であります。まず条例議案でありますが、新型コロナウイルスの感染拡大の防止にかかる組織体制を強化するため、感染対策局を新設して、福祉局が所管している保健所にかかる事務等を移管するとともに、その一元化を図ることにつき、条例の一部を改正しようとするものであります。次に、補正予算議案でありますが、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、休業等に伴い、事業の継続が困難になる個人商店等に対する支援を行おうとするもの、収入が減少した世帯の生計維持、再建に必要な生活費の支援を行おうとするもの、一人親世帯への支援の充実を図るため、児童扶養手当受給者に対して、1世帯につき5万円の緊急支援給付金を支給しようとするもの、高齢者、障害者、子どもなどの相談見守りにかかる事業費、一律小中学校の休校期間中における学習支援システムの運用経費、並びに帰国者、接触者相談センター等の相談体制、外来診療体制、および検査体制の充実等の感染拡大防止にかかる対策事業費の追加を行おうとするものであります。以上、今回ご提案いたしました各議案につきまして、提案の趣旨等をご説明申し上げました。何卒意のあるところをお汲み取りいただき、ご審議の上、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げる次第であります。提案理由の説明は終わりました。それでは議案に対する質疑に入ります。通告を受けておりますので発言を許します。辻元達也議員。議長。辻元達也。辻元議員。おはようございます。日本共産党の辻元達也です。通告に従い、順次質問をいたします。新型コロナウイルスの感染拡大により、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令し、これによって各都道府県においても、外出の自粛や各事業者への休業要請が出されるなど、さまざまな対応が取られています。先の見えない状況に、市民から支援や対策を求める声、不安の声が数多く寄せられています。今、市民の命、健康、暮らし、経済をどのように守るのか、政治の責任が問われています。私たち日本共産党議員団は、緊急性が高い問題については直ちに、体制を整える必要があるものは、新年度早々にそれぞれ対応するよう求めてきたところでありますが、政府が依然として国民の声に背を向け続け、遅々として取り組みが進まない中にあって、市民の声を聞き、必要な対応を早急に取ろうとする本市の姿勢は、評価すべきものであることを強調したいと思います。担当の職員の皆さんには、この場をお借りし、お礼を申し上げたいと思います。長い戦いとなりそうです。
引き続き体調等十分注意されご奮闘いただくこと、市長におかれてはその点十分ご留意いただき取り組みを進められますようお願い申し上げます。またこの間市長には新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急要請を4回にわたり提出したところでありますが、その中でも申し上げているとおり、必要な財源については国に求めることが必要です。特に特別措置法に基づく緊急事態宣言により、その対象地域となる知事が出した外出自粛やイベント開催制限、施設の使用停止などの要請指示は法的根拠を持ったわけでありますから、安倍政権はその損失について責任を持って保障するべきであり、他都市とも連携しながら市民とともにそれを強く求めるべきと申し上げておきます。日本国憲法第29条第3項は、私有財産は正当な保障のもとに、これを公共のために用いることができるとしています。この精神に立つならば、感染拡大防止という公共のために起きた損失を、国が保障することは憲法上の要請となります。自粛要請とそれに伴う保障は一体的に行うことが憲法に基づく政治の在り方であることを強調し、以下5点について市の認識を問います。1点目は個人商店等緊急支援事業費についてであります。他都市では支援金や協力金等の名目で一定額を給付する動きがあります。兵庫県においても井戸知事が県の休業要請に協力する事業所に対し支援金を給付する方針を明らかにしています。先にも述べたように、本来は国が責任を持って自粛要請と同時に影響を受ける事業者や労働者に対し補償金を支払うべきであると考えますが、市として給付とせず貸し付けにした理由をお聞きいたします。次に2点目、児童扶養手当受給者に対する緊急支援給付金事業についてお聞きします。以前の説明では、1世帯3万円の給付と聞きました。マスコミでも報道され、多くの市民から歓迎の声が寄せられました。また、他都市からも数多くの問い合わせがあるなど、大変注目されています。他方、子育てに優しい明石市なのに、一人親世帯だけかといった声も寄せられています。当然、今後も別の支援策を検討しているものと理解していますが、この度一人親世帯に絞り、しかも給付額を当初の発表より増額した理由は何なのか、市の認識を問います。次に3点目。高齢者等生活支援事業費についてお聞きします。感染拡大防止に最も有効な対策は、不要不急の外出を控えること、直接人と会う機会を減らすことであります。ただ、生活上の不便や不安を抱える高齢者や、障害者等配慮が必要な市民の中には、訪問する以外に対応が難しいケースも当然あると理解しています。大事なのは、職員の感染防止対策をどうするかであります。移ることは移すことにつながります。これについて市はどのように考えているのでしょうか、認識を問います。次に4点目、家庭学習支援システム支援事業費についてお聞きします。休校中の児童・生徒の学習支援のためのインターネットを活用した学習支援システムを導入するとお聞きしています。必要な取り組みと理解していますが、いくつかの課題があると考えます。例えば、インターネット環境がない家庭はどうするのか。教材をプリントアウトして使用すると聞いていますが、プリンターなどの設備がない家庭はどうするのか。
低学年や学習意欲の低い児童生徒に自主性を促すことができるのか、またその方法はどのようなものがあるのか。家庭学習に対する家族等のサポートがない子どもたちはどのような支援を受けることができるのか。つまり各家庭の状況や考え方、子どもたちの習熟度や学習意欲により差が大きくなるのではないかと危惧するところであります。これらの課題解決に必要なことは、共通していかにフォローするか、各家庭に対しどのような働きかけを行うのかが重要ではないかと考えます。進め方次第では、他の課題解決にも活用できるものと期待していますが、市教委としてはどのように考えているか認識を問います。次に5点目、新型コロナウイルス感染症対策事業費についてお聞きします。過日の記者会見で市長は、海外からの帰国者全員の健康チェックを行うとともに、2週間の自宅待機の徹底を依頼し、感染対策費1万円と2週間分のマスクを交付することを明らかにしましたが、この度の帰国者接触者相談センター体制充実経費には、これらにかかる費用は含まれているのでしょうか。PCR 検査機器を2台購入する経費も含まれています。他都市の例として、なかなか PCR 検査を受けさせてもらえない、たらい回しにされたといったことが報道されており、市民からは、明石市も同じなのではといった声が寄せられている中、検査体制の充実強化は、市民の安心にもつながるものであり、評価できます。ただ、明石市で1日最高102件の PCR 検査を可能とする体制強化により、新たな課題も生まれてくると考えます。例えば、他都市からの検査依頼があった場合の対応です。検査が追いつかず、県や他都市から要請があった場合は、どのように対応するんでしょうか。また、検査の数が一気に増えることで、陽性と診断される患者の数も大幅に増える可能性があることも想定すべきです。現在は症状を問わず、全員入院措置となっていますが、専門の病床は市内に38箇所と聞いています。38床もあるという状態から、38床しかないという状態になることも予想されます。これに対応するためには、重症者を受け入れるための病床数を十分確保するとともに、軽症者が宿泊療養することができる施設の確保も必要と考えます。市の認識を問います。泉市長。市長。辻元議員のご質問のうち、補正予算に関する全体的な総論部分と、1点目、2点目について、私の方から答弁申し上げたいと思います。今回の補正予算でありますが、大きく思いといたしましては、3つばかりのポイントを強く意識しております。まず1点目は、感染症対策の徹底であります。早め早めにしっかりと感染症対策について幅広く対応していく、その必要性から予算計上させていただいている認識でございます。2つ目につきましては、市民生活への緊急支援であります。多くの市民から本当に悲鳴のような声が届いてきております。例えば、休業を余儀なくされた個人商店などの方からは、もう3月分のテナント料も滞納になってしまっていると、
もう4月分も払えなかったらもう大変なことになるという声を実際に私自身聞いておるところでございますし、例えばそういったお店の場合、いわゆる雇っておられるパートやアルバイトの方について、もう特にお越しいただけなくていいですよという対応を取っているところも多くございますが、逆にその場合は、そういった方は収入を断たれている状況にもございます。特に弱いところ、例えば一人親家庭であって、そういった個人商店などで、ある意味働いてですね、子どもを育てているようなご家庭につきましては、もう収入を断たれているような状況になっている声も実際聞いておるところでありまして、今回の補正予算につきましては、特に緊急的に本当に必要なところにですね、しっかりとまずはやっていきたいという思いであります。具体的には個人商店の方々のテナント料の問題や、一人親家庭の当面の生活費、また一人親家庭以外の方についても、もう日々の暮らしが本当に立ち行かなくなりそうだという声も聞いておりますので、そういった方々に対して、早期に手を差し伸べる思いでございます。最近ではよく、不要不急という言葉が言われます。不要不急、すなわち必要性や、また普及、緊急性が問われている時代であります。私としては、まさに今こそ、私ども行政、政治が必要なところ、緊急なところにしっかりとスピード感を持って対応していく必要性を強く感じているものでございます。そして最後に3つ目につきましては、いわゆる社会的に弱い立場にある方々へのセーフティーネットであります。例えば、ご高齢の方がそれまではデイサービスで日常生活、なんとかやりくりしてた方が、もう現状は家にこもりきりの状況もあると伺っております。そうなりますと、いわゆる寝たきりが進んだり、認知症が進んだりということも心配であります。子どもたちの中には、食に事欠く状況にあるお子さんの話も現に聞いているところでありまして、しっかりとセーフティーネット、こういったときこそ、感染症対策をしっかりした上で、目配り、心配りをしていく必要性を感じており、これらにつきましても、この度の補正予算の考え方に組み込んだ思いでございます。各論の1点目でありますが、個人商店等緊急支援金事業であります。繰り返しになりますが、とにかく急ぐという思いでございます。国や県などの支援策、期待しておりますが、もう現に4月分のテナント料がもう本当払えないという声を現に聞いておりますので、私としては何をおいてもスピード感を持って、4月分に間に合う形で、お手元の方にしっかりと一定の緊急支援をさせていただきたいと思っております。そういった観点からは、もう極めてシンプルな形で、スピード感を持ってお手元に、いわゆるテナント料、具体的に言えば3月の滞納分がある方につきましては、3月の滞納分と4月の分の2ヶ月部分、まずはお渡し申し上げ、そこで とにかく当座をしのいでいただければ、国や県などの今、議論していただいております、そういったまた支援もあろうかと思いますので、明石市としては、まず当面の危機を乗り越えていただく関係からの立場としております。もちろん、給付の方がより手厚いのはごもっともでありますが、給付の場合には、やはりどういった方々に給付するか、例えば一定以上収入の減った方とかいう議論になってきます。もう今は収入の減った減らないを確認できる間もないと思いますので、基本的に個人商店主の方々が、もう業種を問わず、もうテナント料が払えなくて大変だということであれば、迅速にしっかりとお手元に貸し付けではありますが、お渡しした上で、1年間の猶予を設け、お返しいただける方については、当然のことながら、1年後からぼちぼち、3年間かけて返していただく状況を考えておるところでございますし、状況次第ではまた別途、対応も考える必要性も感じております。まずはお手元に2ヶ月分相当額のテナント料などをお渡ししたいという思いからの今回の制度設計だとご理解いただきたいと思います。具体的には、週明け20日の本会議にてご理解賜り、補正予算の可決となった場合には、翌日の4月21日の火曜日から受付を始め、速やかに支給につなげたいと思っております。もっとも補正予算可決後、若干の準備がいりますので、振り込みにつきましては、第1弾は4月24日の金曜日、金曜日にはお手元の方に第1弾の振り込みができる予定をしておりますので、例えば25日締め切りの方もおられるかもしれませんが、でもそういう場合には24日に何度か現金手にしてですね、対応いただくというようなイメージで、とにかく今はスピード感こそが命だと思っている立場であります。
で、2点目であります。2点目につきましては、いわゆる一人親家庭に対します、児童扶養手当に対する上乗せのテーマであります。これにつきましては、児童扶養手当につきましては、次回は5月11日の振り込みが予定されております。もうすでに、本当にもう生活が立ち行かないという声も数多く聞いているところですが、ただ、実際の支給となりますと、申請を受け付けて振り込むことが容易ではありませんので、全体的に、やはり現実的には5月11日の児童扶養手当の振り込みの時にですね、上乗せ支給をすることによりまして、なんとかそれまでの間、持ちこたえていただきたいという思いであります。当初、3万円ということを申し上げた段階では、いわゆる明石においても、学校の休校園を決めたタイミングでございました。学校をお休みにしますと、例えば事情のある家庭などにおきましては、お子さんのお世話をする立場からして、お仕事を減らす必要がございますという形で、また休校が長引きますと、それこそお昼の食事代も、やはり給食よりもお金がかかるというのは現実だと聞いております。そういった観点から、休校園に伴いまして、一人親家庭がやはり厳しくなる状況から、3万円という数字をお示ししたところでありますが、その後、休校のみならず、いわゆる先ほども述べましたが、いわゆる個人商店などが休業を余儀なくされる中におきまして、今度はもう収入すら断たれているというふうな声が上がってきておりますので、3万でも足りないと、それを増額して5万円とし、とにかく5月11日までは持ちこたえていただいて、子どもにもちゃんとした食事を提供いただきたいと強く思っており、5月11日にプラス5万が手に届きますので、なんとお願いしたいと思っております。で、こういう議論になりますと、一人親家庭の子育て世帯がどうかという議論があるのは当然でありまして、当然、また議会の皆様ともご相談を申し上げたいと思っておりますが、実際のところは、児童手当につきましては、6月15日の振り込みになっております。ですから、今、国の方からの方向としては、6月15日の児童手当に1万円を上乗せするという方向で、理解をしているところでありますので、明石市として、さて、何ができるのかということにつきましては、議会の皆様とも引き続きご相談を申し上げたいと思います。対象世帯につきましては、児童扶養手当の場合には、2100、2200ぐらいの世帯数になりますが、児童手当になりますと、その10倍を超えてまいりますので、やはりいわゆる財源の問題なども、皆様とご相談を申し上げなきゃいけないと、強く思っている立場でございます。私の方からは以上であります。よろしくお願い申し上げます。和田副市長。副市長の和田でございます。私の方からは、3項目目と5項目目について、順次ご答弁申し上げます。まず3点目の高齢者等生活支援事業費についてでございますが、この事業は、総合福祉センター内にある地域総合支援センター本部に新たに専用ダイヤルを設け、新型コロナウイルスの感染拡大により、生活上の不便や不安を抱える高齢者や障害者等、配慮が必要な市民からの相談、受付等を行い、各地域総合支援センターが自宅訪問等により対応しようとするものでございます。感染拡大が危惧される中、不安を抱え、支援を求められる方には、支援機関からの訪問を望まれている方もいらっしゃいます。そうした方への訪問は、体調の悪化や孤独死を防止するといった目的のほかに、安心感をお届けするという効果もあると考えています。その一方で、対面で表情や顔色などを伺いながら、対象者と話をする通常の訪問業務では、感染のリスクは高くなると思われます。現在、地域総合支援センターの職員が自宅訪問を行う際には、体温等、体調確認、手洗いの励行、マスク着用等により注意を払っているところでございますが、さらなる感染予防対策として、インターホンや玄関越しでお話を伺ったり、また郵便物や新聞がたまってないかなどの間接的な、観察を行うとともに、直接状況を確認する必要のある方には、玄関を開けたままにするでありますとか、一定の距離を取ったりするなど、感染予防の基礎をより一定、
より一層徹底しながらの訪問対応に努めてまいりたいと考えております。続きまして、5点目の新型コロナウイルス感染症対策事業費について、帰国者接触者相談センター体制充実経費に、帰国者全員の健康チェック等にかかる費用が含まれているかについてでございますが、本件につきましては、本市における新型コロナウイルス感染症の1例目が、当時、入国制限対象区域に含まれていなかった国からの帰国者であったことから、海外からの帰国者についても、漏れなく健康状態の確認を行うとともに、自宅待機を支援するため、支援金1万円と、マスク2週間分を支給しようとするものでございました。現在、国の入国者に対する措置につきましては、入国制限対象区域が当初の24カ国から73カ国に拡大されておりまして、これらの国からの帰国者については、空港等の検疫所において、全員に PCR 検査が実施され、陰性であった場合でも保健所に対し、対象者の名簿が送付され、保健所において健康フォローアップを実施する体制となっております。4月3日からの対象者の累計は41名となっております。毎日、電話でありますとか、メール等によりまして、発熱等の症状の確認、健康観察を行っております。現在では17名の対象者がいらっしゃいます。本市におきましては、入国制限対象区域以外の国からの帰国者について、本件取り組みを実施しようとするものでございますが、入国制限対象区域の拡大に伴い、現状、入国制限対象区域以外からの国からの帰国者は、当初の見込みからは少なくなることから、現行予算内で対応が可能であるため、この度の補正予算には計上しておりません。次に、PCR 検査につきましては、現状、新型コロナウイルスの感染者を特定する唯一の手段となっております。本市ではこれまで、兵庫県立健康科学研究所に依頼してきましたが、感染の拡大により検査数が増え、予定数を超える分を翌日の検査に回すようなこともあり、患者の容態や感染防止に迅速かつ柔軟に対応できるよう、明石市保健所において、既存の検査機を活用し、4月5日から実施しているところでございます。現行1日あたり18件の検査を実施しているところでございますが、最近、検査予定数を上回る日も出てきており、超過分につきましては、県に依頼している状況でありまして、今後の感染拡大に備えて、さらなる検査体制の充実が急務であると考えており、このたび検査機器2台の購入を補正予算に計上させていただいたところでございます。今回、購入しようとする機器につきましては、1台につきまして、1日あたり42件が検査可能であり、既存の機器と合わせまして、数字上は1日あたり102件の検査が可能であります。まずは、既存機器と購入機器自体を安定的に稼働させ、検査数を1日あたり60件で運用していきたいと考えており、残りの1台につきましては、これから、あるかも分かりません、大規模なクラスター発生など、不測な事態に備えて整備していきたいと考えております。一方で、検査需要が増える中で、土日も休みなしで稼働している状況にあり、臨床検査技師の増員など、体制充実に早急に取り組んでいかなければならないと認識しているところでございます。まずは市民の皆様の検査需要にしっかりと応えていくことが大切であると考えております。そして検査の充実とともに、今後、感染がさらに拡大していく状況の中で、医療体制の確保は喫緊の最重要課題であると認識しているところでございます。現在、重症者につきましては、県において感染症指定医療機関の病床を拡充して受け入れをしており、軽症者、無症状者につきましては、市内医療機関にご協力いただき、38床を確保して入院をしていただいているところでございます。さらに県において、無症状者、軽症者の宿泊療養を開始を始めたところでもございます。今後、市内医療機関との連携を密にし、さらなる病床の確保に努めるとともに、県の新型コロナウイルスコーディネートセンターと調整して、広域的な支援も受けながら、患者の重症度合いに応じて、
適切に入院治療が行えるよう全力で取り組んでまいりたいと考えております。ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。教育局長。北条教育局長。教育局長でございます。私の方からは、ご質問の4点目、家庭学習システム支援事業費についてお答えいたします。長期にわたる学校の臨時休校によって、児童・生徒には運動不足や生活リズムの乱れ、授業を受けられないことによる学習の遅れなどの影響が考えられます。そこで、各学校におきましては、生活の決まりや学習課題などのプリントを配布し、子どもたちの健康面や学習に関する関心を高めているところでございます。今回、その中の一つとして、家庭学習システムを提供しようとするものですが、このシステムでは、前の学年の復習だけではなく、これから学ぶ範囲につきましても、インターネットを利用してプリント問題に取り組んだり、必要に応じて動画による解説を見て予習したりすることができます。このことにより、学校が再開した際には、新しい学年の学習内容について、ある程度の準備ができていることで、授業がスムーズに進むという効果が見込まれます。一方、議員ご指摘のように課題としましては、家庭にインターネット環境や印刷環境がない場合も想定されます。そのため、学校から印刷したものを届けたり、希望があれば、時間や人数を制限しながら、学校のコンピューター室を利用できるよう対応したいと考えております。また本システムは、家庭学習支援の一つであり、各学校ではこれ以外にも、低学年や利用が難しい児童・生徒に対しまして、それぞれに応じた課題プリントなどを用意しております。今回の臨時休校にかかわらず、家庭学習については、各家庭の支援がその効果を大きく左右します。これまでも学校からは、各家庭向けに家庭学習の手引きを配布し、家庭訪問や懇談会などで活用をお願いしてきたところでございます。この度の臨時休業につきましては、登校日もなくなったことから、子どもたちの状況を把握することが難しくなっておりますが、引き続き各学校におきまして、子どもの様子の把握のため、家庭訪問などに鋭意努めていくとともに、特に気になる児童・生徒につきましては、可能な限り連絡を密に取り、支援をしてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。議長。辻元議員。はい、もう総論的にいいと思います。素早い対応で。で特にこの1点目のですね、個人商店と緊急支援事業費、今、市長から答弁ありましたように、いろいろ、まあ、私も給付の方がいいんちゃうかというお話もしましたけれども、その給付になると、先ほど答弁の中でもありましたけれども、じゃあ、どういう基準でというところになってくるという、そういう難しいその課題も出てくるだろうと。だからまあそういう意味で言うと、貸し付けで、できる限りシンプルに速やかにという、この対応もいいと思うんです、とってもいいと思います、あとは、議決後に、まあ、直ちに準備に入って、速やかにその手続きを進めることができるような体制、それと、いくら準備しても、明石がこれやってるということを皆さんに知っていただかないと、知らんかったという方もね、やっぱりいると思うんです。今こういう状況でなかなかいろいろ情報は発信してるんですけどね、発信してるのが全て届いてないと、この支援のテーマだけではなしに、例えば PCR 検査の数がどうとかこうとかというと、いろんな不安がある中で、その情報はもう広報なんか、明石の広報、ホームページの工夫をして、いろんなこの緊急支援、融資、いろんな情報を出していただいたんですが、なかなかそこにたどり着けてないところがあるんで、このせっかくこのいいことやるんやから、もうすぐに使ってもらえるような、そういう広報が必要やと思います。で、
まあ、例えばマスコミなんかもまあ、ご協力いただくというのも大事だと思いますけれども、その辺についていかがですか。中島市民生活局長。はい、市民生活局長でございます。この度の個人商店等緊急支援事業につきましては、市長、先ほど申し上げたとおり、緊急性を持って迅速に対応していきたいということで、しっかりやってまいります。で、広報の部分でございますけれども、商工会議所、あるいはそういう商店街連合会を通じて周知するとともに、できるだけいろんな広報媒体を活用して、できましたら、そういうマスコミ関係のご協力もいただきながら、対応してまいりたいと、このように思っております。以上でございます。はい、よろしくお願いしたいと思います。それと、その、まあ、融資ですから、まあ、返ってくることを想定もしているというところですし、まあ、今、国の方でいろいろ議論はありまして、でまあ、なかなかそれを待ってたらできないやろうというところで、もう今できることは何かと考えて、これをやろうということになったと思うんですが、先ほども申し上げましたように、私は日本国憲法の第29条3項の趣旨から言うと、ちゃんと保障せなあかんと、国が。だから財源は国にしっかり求めていく必要があるというふうに思っておりますが、市長いかがですか。泉市長。はい、辻元議員からの、まあ、まあ財源、お金などに関するご質問であります。おっしゃる通り、私としても基本的には、国の方がですね、責任を持ってやっていただくことがありがたいという立場ではありますが、明石市長としてはですね、国や県を待っている状況ではないという判断から、今回については基金を取り崩してでも早急なスピード感の対応をする必要があるという判断をした経緯でございます。最もそれはもちろん国や県からしっかりと応援いただくことは大変ありがたいことですので、そういった声も引き続き上げていきたい。で実際上、数日前の県市町懇話会という、まあ、県知事や県幹部と県内市長における、そういったテレビ会議を通しての会議の場がございましたが、そこでも私たちは発言、その旨の発言もさせていただいているところでございます。以上でございます。辻元議員。あと児童扶養手当の関係ですけれども、答弁の内容でよく分かりました。でよく分かりまして、であとその次ですね、次どうするか、あと議会ともよく相談してというお話でありましたけれども、まあ、当然議会でのしっかりとした議論も必要ですけれども、そのやっぱり対象となる市民の方が何を望んでいるのかというところの、まあ、把握というのも今後もさらに進めていただきたいなと思うところですが、その辺どういう手法を取るのか、これはまあさっきの話とも一緒ですけれども、いろいろと情報発信はしているんやけれども、そのなかなか届いてない部分もやっぱあるんやというところで、特にその支援が必要なところほど届きにくいんじゃないかという部分があるんですけれどもね、その辺いかがですか。泉市長。はい、おっしゃる通りで、2つのことをお伝え申し上げたいんですが、まあ、1つはやっぱり支援の必要な方がすべからく情報をすべて把握しているわけではなくて、やはり待っているんではなくて、行政の方から手を差し伸べていく必要性を感じております。まあ、そういう意味では、ひとり親家庭の方すべてがですね、生活に困窮しているわけでは当然ないわけでありますが、なかなか情報も行きにくい状況から、一律的な対応で、ひとり親家庭の方について、まずは今回、対応を取らせていただいている認識であります。そして、幅広い生活にお困りの方につきましては、すでに、これは県の社会福祉協議会の方での対応ですが、窓口は明石市の社協で、10万円などをですね、速やかにお貸しする形は取らせていただいて、すでに100件近い形のすでに申請もいただいておりますが、これに付け加えて、今回につきましても、そこを、まあ、いわゆる充実化する方向で、補正予算を組ませていただいておりまして、ただこれもなかなかですね、情報が行き渡っておりませんので、しっかりと、情報をお伝えするべく発信に努めていきたいと思っております。あともう一つの、いわゆる、今回の補正予算の対象
にまだなっていない方々への支援でありますが、当然必要だと考えておりますので、先ほどお伝え申し上げた幅広い子育て層のみならずですね、個人商店の今回のテーマ以外の方々のいわゆる事業者さんもいろんなご苦労もあるわけでありますので、そのあたりまたいろいろご相談をしたいと思います。もっともですね、国の方もですね、言葉を選ばなきゃいけませんけど、非常に方向性がいろいろ動いておりますので、国の動向をしっかりと把握しながらですね、それに上乗せなのか、その谷間を埋めるのかあたりも含めてですね、対応していく必要があると思います。ただ私のスタンスとしては、やはりより市民に近い行政としての証でありますので、やはりスピード感を持って本当に市民の手元に具体的な支援が届くことをですね、その時その時迅速にやっていきたい。そういう意味では今回補正予算を計上させていただいておりますが、例えば国の動向によりましては、国が補正予算を可決した場合でも市の方で改めて議決をした上での具体的な施策につながるのであればですね、またご相談の上でありますが、また速やかな議会とご相談の上でですね、対応を取っていくことも出てくるかもしれないというふうには考えているところでございます。以上でございます。辻元議員。その辺はね、我々としてもやっぱり議会側も認識しとかなあかんやろうなと思うんですが、そういうことがあるために明石市議会は2回規制を取ってあって、3月議会が終わっても別に議会は閉会しているわけではなくて、6月の、議会が終わるまではずっと会期中やから、そこは速やかに対応ができるようにね、我々議員としても議会の方もそういう認識を持ってしっかりと行政サイドと協力していかなあかんやろうなというふうに思っております。で、情報発信と情報共有ですね、そこは当然行政の方もやっていただくことが重要だと思いますけど、我々としてもそこはしっかりと協力していかなあかん部分やろうなというふうに思っております。で、高齢者の生活支援事業費の点ですけれども、これ専用ダイヤル設置をしていただいてというところなんですが、これ先ほど言われましたように、接触をせずにね、例えばインターホン越しにとか、例えば新聞溜まってないかとか、ヤクルトの、ね、配達もありますけれども、そういうものも十分判断基準にしていただくという点で言いますと、やっぱり近隣の方にもご協力いただく必要があるんちゃうかなと。だから近所の方の方がよく分かったりする場合もあると思うんですね。ですから市としてこういう専用ダイヤルを設置してるんですということは、その対象の例えば高齢者がいらっしゃる家庭の方とか高齢者の世帯だけに知らせるんじゃなくて、もう全市民に知らせて、いや市としてこういう問題意識持ってるから、ご近所の皆さんもぜひご協力をと、こういう呼びかけもやっぱりいるんちゃうか。これは高齢者だけじゃなくて子どもたちのことももちろんそうですけれども、もうみんなでその今何かその不安が非常に大きくてね、その不安がこう怒りに変わったりする部分があるんですけど、そうやなしにみんなでこう助け合っていけるようなね、そんな雰囲気作っていく、そういう意味で言うとやっぱり皆さんにその地域の見守り、あんまり外出できないですけど、隣の家の新聞がずっと溜まってる状態っていうのぐらいはやっぱり分かると思うんですよ。だからその辺のやっぱり広く市民に問題意識を、こういう問題意識を市として持ってるんやということを呼びかけることも大事だと思うんですけど、いかがですか。はい、福祉局長。福祉局長でございます。高齢者障害者の見守りに関しましては、議員おっしゃるとおり、市と、地域総合支援センターだけではこれはもうとてもではありませんが、全部網羅することはできません。で、現在、民生委員の方々はですね、非常にリスクはありながら、我々と一緒に感染予防に努めながら、見守りにですね、無理のない範囲で回っていただいております。しかしながら、それでもまだやはり、十分だとは考えておりません。議員おっしゃるように、隣のお方がどういう状態かということを知ることが、高齢者、障害者、生活をに不安を抱いている方の、安心感につながるというふうに思っております。広報に関しましても、高齢者、障害者等だけではなくてですね、全市民にこの取り組みをしていただきたいというふうに思っております。そのように我々も工夫を考えます。以上です。
辻元議員、よろしくお願いしたいと思います。それも、まあ、我々もしっかりと協力していきたいと思います。で、最後にしたいと思いますけれども、5点目の新型コロナウイルス感染症対策事業費のうち、まあ、1日、最高102件できるようになる PCR 検査で、まあ、たくさんできるということでね、よく電話かかってきます。明石も PCR 検査やってるんですかって言って聞かれることがあるんです。これやってるんですよって言ってお答えするととっても安心されるんですね。で、今18件やってるんですと。でもフル回転で18件やってて、もう足らんかったら県の機関にお願いしてるんですよっていうふうに説明したら、もうすごく安心されます。で、それが今回この、まあ、最高102件できるようになるんですって言ったら、また安心感ってすごい、安心感って大事だと思うんですね。だからまあ知っていただくことで、1日60件で運用していきたい、安定運用していきたいというお話ですから、まあ、60件できるやつはもう素晴らしいことやろうなというふうに思うんですけど、その他都市から明石で検査してほしいんですがっていう依頼がもし来たときはどう対応するんかなっていうところなんですね。そこはちょっと気になるところなんで、そこをもう一度お聞きしておきたいと思います。和田副市長。はい、副市長の和田でございます。まずは機械的には102件ですけども、ちょっと先ほどの答弁も申し上げましたように、機械だけではできませんので、検査技師とか体制の問題も合わせてやっていかなあかんということで、そこはもう急務だというふうに先ほど申し上げたとおりでございます。で、その中で県の方、まあ、県域でとか東播磨の医療圏で考えますと、県の方で先ほどお話ししましたように、新型コロナウイルスのコーディネートセンターというところでいろいろ医療とか検査とかの調整をするところがございまして、最終的にはそちらの方からの依頼が来るかも分かりませんけれども、まだ県域といいますか、東播磨の医療圏ではそこまで行ってませんので、今すぐにそれを経験にどうするかというのは、まだ今のところ判断はつきませんけれども、まずは先ほど申し上げましたように、市民の方が安心していただけるように、きちっと市民の検査ニーズに、検査需要にですね、対応するという、まずそこから、まずしっかりとやっていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上で質疑を終結いたします。次に移ります。お諮りいたします。議案第52号同第53号の議案2件につきましては、お手元にご配布いたしております付託区分表記載のとおり、それぞれ関係委員会に付託し、休会中ご審議願うことにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってこれら議案2件は付託区分表記載のとおり、それぞれ関係委員会に付託することに決しました。関係委員会におかれましては、休会中よろしくご審議賜りますようお願いいたします。以上をもちまして本日の会議を閉じます。次の本会議は4月20日の午後3時から再開いたします。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でございました。